はロシア、私は関西、舞台は東京、イロシキーズです。ちょっと前にロシア女子会みたいなパジャマ女子会やったな、ちょっと動画、ここの動画、まあ、結構再生数100万手前やな、手前ぐらいまでいって、手前だな、うん、で、まあ、あの動画ではさ、まあ、俺の中ではあれは失敗やったねんけど、動画自体が、あ、そうなん、なんかまとまりがなくて、あんたが嫌やなっていう動画結構伸びてくる。そうやねん。あんたがもう嫌やわ、これ俺ブスやわ、俺これ喋れてないわ、俺これちゃんと言えてないわっていうとこ全部伸びていくから。そうやねんな。まあ、あの動画でミソになったのはさ、結局結論が何も出んかったけど、バリカン、バリカンですね。あのロシア女子はとことんバリカンを嫌うということで、まあ、そんな感じやったよ、うん、これあれちゃんの正しい姿をちゃんと見せるべきだと思うんですよ。あんたはバリカンをされていいのかダメなのか、やっぱみんな気になってる。さ、バリカンって言ってもさ、普通になんか友達と、男の友達とね、ご飯食べに行った時にバリカンしようかっつって、で、あ、いくらかいくらっつって出して、その支払いするのはいいの。その中に例外の方もいるわけよ。ここでちょっとお金もらっていい？あの、そっち、レジで出すのがちょっとあれ気まずいから。レジでは自分が全額払ってるかのような演出する男おる、おるやろこれ。あ、割り勘はいいけど、割り勘をするんやったら割り勘をしましたっていう面で追ってほしい、ね、堂々と割り勘しろやてめえ。あ、じゃあもう俺や、これ絶対割り勘堂々と割り勘してんの、うん、てめえは。あ、もう絶対割り勘、嘘つくんじゃねえよ。なんでよ、結構なんか払いますよとか言って、あんたの場合どっちがやんか、こっちがこう側が払ってんのか自分が払ってんのかどっちかじゃん。そうやな、でもあんまり割り勘してねえじゃねえかやった。俺この間さ、それで言ったらさ、うん、ちょっとある芸能の女の人なんやけど、でも有名な人で、まあ金絶対持ってる、もう金持ちキャラで金持ちキャラね、言ってる人、うん、ちょっと名前は出しません。二人で行って、まあでも自分のほぼっていうのもすごいちゃんと言ってて、ほんで食べに行って、で一軒目、まあ向こうが言ってくれて誘ってくれた店行って、でご飯食べて、で終わりやなっていう頃に、あ、ここは私誘ったから私払うって言われて、で5万円やった。高っ、5万円、5万円そうで、俺は恐れおののいたわけ、この女が来る店は高いと、やっぱり二人で5万円、やばいよだって。まあでもごちそうさで、ありがとうございました。で、まあ、でも、さすがに5万おごってもらって、で、もう一軒行こうよって言われて。あ、2軒目怖っ。これは2軒目は俺やなと思って、で、2軒目誘われて行った店あります。で、まあまあ、そこもいい感じの雰囲気で、でも値段がさ、ああいう店って書いてないというかさ。書いてないやつ危ないよね。そうやね。本当に。恐ろしいやんか。だから、数杯飲んで、で、相手がトイレに立った隙に、多分別に帰るために立ったとかじゃなくて、普通にトイレ行きたくなって立ったねんけど、俺はすかさず店員を呼んで、お会計でって高くなる前に言ったの。おお。そしたらお会計は2万だったのね。あ、それだった高かったのね。で、俺はもうそれで帰ってきたら、あ、お会計済ましたでって言って、え、いいのにいいのにとかって言われながら、全然全然って言って、向こう5万、こっち2万、よっしゃっていう得をしました。ダメじゃねえかよ多分なんか本人まだ飲みたそうだったから、結局いい顔してんじゃん。1軒目は払う、全然1軒目は向こうやる、で得してます、3万円得。それはでもまだいいやんか、これ許される。いや全然それ大丈夫じゃん。その相手が払うとかだったら、自分が払うとかだったら全然いいし、そのなんか割り勘しようって言って、じゃあ割り勘しようってなってんのいいんやけど、なんかそういう男がいるのよね。うん、そっちではなんか、ちょっと恥ずかしいじゃない、そんな、俺の顔が立たないでしょ、みたいな、責任払ってっていう。顔が立たない、なんかそういう。チンポは立つのか、お前は立たねえんだろうな。ね。そんなやつ、チンポも大体立たねえんだよな、ちゃんと。で、なんか、あと聞くのが、あと何人かで友達と、例えばご飯行くときに、これはね、もうとある方、女の子してるやんな。その女の子から聞いた話なんだけど、その男がさ、もう常に割り勘したりとかさ、女に払わしてるはずなのに、なんか友達がね、こんなんでな、なんかご飯食べに行く時に男がな、なんか割り勘しようって言ってきたね。それか私になんか払えって言われて、もう最悪だったのって言った時に、その男が、あー、そんな男と別れな、やばいよ、みたいなこと言ってるわけ。お前はいつもやってるのに。お前じゃねえかよっていう男が、そういうこと言ってるわけよ。っていうか、なんか、その、まあ前も何度も言うけど、俺は、ぜひとも皆さんバリカンで生きていくべきだと。男女平等社会を目指していくのであれば、何もかも平等にするべきだし、バリカンでやっていくべきだっていうふうには、あくまで思ってるし、多分アレちゃんもそれ側ではあると思うのね。バリカンでいいやんって。でも、仕方
割り勘のやるときに堂々とやるか、まあ、もしくはなんかそのそれの嫌なやつってさ、なんていうの、割り勘するのはなんかダサいみたいな、男が払うべきだっていう考え方って多分古いと思うんだけど、古いやり方で俺も男が払うべきだみたいな感じでいるくせに、でちゃんと払った風にしてるくせに割り勘にするっていうこのやり方の問題なだけな気はするんやな。あと C ってもう一つ言うとすれば、 C いるんやな、これ C いたんやな、 C いて一応 C いたっていう前提でお話聞きましょう。まあでも C いてないと同じような、でも別に C いたんやったら別になくていい、まあでも言わせてくれるかな、あ、ほんまに。どうぞどうぞ。これもね、人によるけど、考え方的には自分から誘ってきといて別に行きたくないのに、例えばそんなに仲良くない人がね、あの一緒にご飯行ってくれないみたいなことを言われて、え、お前いいですよみたいな感じで言って、そこで割り勘されるとお前が誘ったんじゃねえかよって思う時がある。え、反対、別に行きたくねえしみたいな。じゃあだから断ったらいいやん別に。そう、え、なんかお金ないから、お金ないからちょっと無理、誘うからにはそうじゃない、まあ、例えばちょっと多めに出すとかそういうのは分かるし、いや俺が誘ったから、私が誘ったから払うよっていう考え方はいいけど、ただ誘われた側の気持ちとして当然奢ってくれるんでしょっていうのをやるのは俺ちょっと違うと思う。奢ってくれるんでしょうはじゃないけど、もう本当に別にそんなに行きたくないし、別にそんなになんていうの、用事なかった相手にもう本当にお願いみたいな、行こう行こうって何回も言われて、あ、まあ別にまあいいかってなって、まあだからさ、事前に言えよって思う、それ。なんか私あれお金ないからって、奢ってくれるんやったら行くでって。あ、そっち、俺それやで、いつも奢ってくれるんやったら行くでってって言ってるの。会食とか誘われたらお金出さんでん。あ、それ言いにくいわ。それ言えばいいねん、全然。それは言いにくいわ。え、言いにくい、言いにくいよそれは。ねえ、ほら、え、ちょっと、ね、なんかどう思うやろとか考えちゃうよ。だって別にどうでもええ相手なんで。でもいいっすけど、もうマジで本当に別に行きたくない、別にそんなに行こうと思ってない相手に誘われて、あ、じゃあいくらねみたいな。え、でもさ、しかも食べたくないところでさ、食って付き合ってあげたじゃんじゃないけど、本当に悪い言い方するとさ、なんでやねん。じゃあアレちゃんが今後誘うやつは全部払ってくれるんやな。あ、私が、うん、これも今言うことによって今後私が誘う場合は全て私が持ちますっていうことになるんやけど、いや友達と一緒に行ってんのは分かるけど、そんななんていうの、私が本当に初めてなんかその連絡する人とかそういうのはおごったりするよ、うん、出すよっつって。でもそれ事前に言うやろ。でもさ、それ誘う時ももし出すよっていう気持ちがある時は、あ、もう全部出すから一緒に行こうって。あ、言い方はしない、ダサいもん。ダサい？それはちょっとダサい、自分的に。めんどくせえやつだな、お前はもう。そんな、なんかね。めんどくせえな、お前。出してあげる。どんなに嫌いな人でも一緒にご飯行けるで。ただ飯やったらな。会社とかでもありそうやん、そんな、なんか先輩とかに誘われて。そんな言えないやん。どうなんですか、怒ってくれるんすかなんて言って。言ってた、全然。それを、なんか先輩が、じゃあ飯行くぞ、みたいな。うわ、こいつ嫌いやのにな。でもさ、言ってたからさ。15,000円の人とか言い出したら、もうほんとにどっちだろうずっと思ってくるやん。言い方、それは。いや、ほんまに。え、ちょっと経済的に裕福じゃないんですとか、なんか、え、ちょっと今、金欠なんすよとか言うときに。お前、外人やからや、そんな。外人やから、まだちょっと逃げれんねん。ちょっと、あー、日本語みたいな。あ、あ、忘れてる。いやいや、今の日本人面で言ったら、ちょっとこいつ金欠なんすよ。行きたいな。とか言っときゃいいねん、それで。いや、ほんまに、いや、日本では結構多分難しいと思うですけど。いやいやいや、で、もう行って、で、会見の時、チュッ、クソやろ、金欠なのになんで俺が払わないとだから、そんなんなってるのがあかんねん。そんなんよりもやっぱ全部いるやんなぁ、これ。勝手に言ってよ、さ。共感の目的に使わんと。いや、ちょちょ、もう皆さんに向けていますよねって。これいや、俺でもこれ俺の方が賛成派多い。これ多分ね、分かれると思うね。賛成派どっちの方が多いかは分からんけど、多分、あ、分かるわっていう人と、な、知らんし、あれちゃん、ほんまに何を調子に乗ったこと言ってんだって言われるの。まあ、そんなに声の高い視聴者はあんまりおらへんけどな。そんなに知らんしみたいな声でしゃべってることしてるうち。そう。ほんま、そんなキモいか。結構高いよ。いや、キモいとは言ってないよ。誰もキモいなんか言ってない。今、そうって言ったやな。今、うんって言ったやん。声が高いのは。キモいに対して、うんって言われる。言ってない。かな。はい、ボール持ってきてもらっていい？お願いします。お願いします。ありがとう。